さあです、おはようございます、こんばんは、ノーカットの編集でお送りしています、主にウクライナ情勢ですね、昨日は、新防衛研究チャンネルさんしか配信していませんので その後の、ニュース等をチェックしていません、新防衛研究チャンネルさんではこのスバトバ方面ですね、ウクライナ軍はその低地の部分を、まあ、撤退してその高台に陣地を構えてそこで、待ち受ける構えですね、まあ戦略的撤退ですね、そんな、無理な非合理的な戦略じゃなくて、一旦低い部分定位置から撤退して高台から再構築して、ロシアの反撃を待ってますね、前回では失速がしたということですけど、まあ、食い止めてますね、第10万ぐらいのが集まっていますけど、東部では頑張ってますね、バクムトではまあサムネではまあ、崩れてますね、これは、ほぼこれは、なかなか地名が、これはアンデュリカはほぼ奪還完了ですね、ロシア軍もまあ無駄な予備兵力を投入せずに撤退してますね、それとクリスチューカも、ロシアは粘らずに引き下がる流れみたいですね、そういうことでから、まあ、お互いロシアも少し、戦略を無理強いせずに、下がって、また立て直すですね、なかなか南部ザポリージャ州では、まあ、頑張ってますけど、一気には突入できないですね、トサン TV さんでは、実はロシアの軍の航空戦闘機も戦闘機ですね、飛行機戦闘機もちょっと苦しい事情があると言ってますけど、まあ、数の上でパイロットからちょっとその辺は見てないですけど、ちょっと見たい動画ですね、はい、なかなかウクライナ情勢、ザポリージャ州一気には突破で聞こうできませんけど、玉ねぎの皮を剥くように一枚一枚、頑張ってますね、トマスクかな、トマもそっちですね、バクムトは逆方位ほぼできてますね、トマスクかな、トマスクですね、ベルサンシク、頑張って、その、ロシアの、まあ、最前線ですね、防衛を突破して、第一防衛大、頑張って、トマスクかな、トマスク、ベルザンシク、アゾフ海に出てほしいですね、頑張ってほしいですね、いろいろと穀物の等で、ロシアをまた、弾セットですね、ちょっとロシアがいろいろ、電子部品と、シェグ、国防大臣が韓国、北朝鮮ですね、北朝鮮を訪問してますね、なかなか。向こうの自爆ドローンですかね、ランセットが、ロシアのランセットがウクライナ軍の、まあ、結構被害を受けてますね、なかなか、そういう、流れが経済、制裁してますけど、そういう電子部品、がまだまだ、完全に抜け穴がありますね、ウクライナ頑張ってほしいですね、まあ、いろいろとアメリカも応援してますけど、ウクライナ頑張って、前線突破して、南部と北部とドネツクとその南部トクマックですね、遮断して、アゾフ海に出てほしいですね、はい、こういうことでこのに、マサとこの、チャンネルニースチャンネルウクライナ応援しています、ウクライナへ行われ、ウクライナのに平和、ウクライナの完全な主権の回復を、ウクライナかロシア軍の撤退ということをお掲げさせていきます、このマサとの YouTube チャンネル登録またよろしくお願いします、次回のニュース4択でお渡ししましょう、ウクライナへ行われ、マサとでした、シュンゲレツパシャンプレジュシャロムシャロムシャロム